ハロー、ニーメンハロー、こんにちは、シャンメイです。本日はファイナルファンタジー14第106回配信を撮っていきたいと思います。前回剣術師のクエスト途中まで進めたんですけども、ちょっとこれ先にやっといた方がいいかなと思って、セレンディピティさんの納品クエストを、今材料苦労しましたよ、集めてくるのを。スタックホーンスタッフを作ってこいという話だったんですけど、このアンティロープの角が、グリダニアかなの、なんか南の方の森のなんかシマウマっぽいやつでないとこの角が取れない。そしてマーケットはまた使えないと、マーケットボードかいう状態でございました。でストライプとペブルは普通にそこのお店で売ってますので、じゃあこれでちょっと作っていきます。まずこれは必須だよね。でも品質はもう関係ないから、普通に作りますね。セレンディピティさん、私結構外見がすごい好きなんですけども、性格は割と可愛いかなと思いますけども、ネジ君との関係が結構いいですよね。セレンディピティさん。それでここで、マテリアをつけろだったかな。所持品これに、これ今まだ作っても誰も装備できないっていうね、切ないものですね。でもこれしか今ないので、えい、 100% 成功しますので、これでセレンディピさんに渡していきます。シャンメイさん、どうですか？スタックホーンスタッフにマテリアを装着できましたか？できましたよ、どうぞ。ネジ、マテリアつけるの、ちょっとマテリア、なんじゃこりゃ、結構いいじゃねえか。頭蓋骨叩き割って脳みそにマテリアはめ込んだろか、こんがけや。ちょっとネジ暴言吐きすぎ、気を悪くしないでくださいね。これでも褒めてるんですよ。マテリアをきちんとつけられたようですね。そしてスタックホーンスタッフ自体も素晴らしい仕上がりです。呪術とは早々の儀式から発達した魔法体系です。ですから呪術師たちは死を連想させる角や骨を古くから魔器として利用してきました。特に弱いを重ねた獣の角は戦いで幾度も返り血を浴びることで魔力的な力を帯びると言われています。ですからこのアンティロープの角で作られた杖も呪術師が用いる魔器として十分な力を秘めていると言えるでしょう。素材やマテリアが持つ目に見えない力、そういったものを引き出してこそ真に心を打つ名品を生み出せるのかもしれませんね。お、いろいろもらえる、持ってるお金。はい、ネジ君ちょっとなんか可愛いですよね。頭のポンポンがちょっとモーグリさんを連想させます。次は25以上ということで、またしばらくはちょっと受けれないかな。よし、じゃあこのままですね。剣術でいいかな。他も何も多分できないので、剣術ですね、エテライトプラザに行って、こっち。確かこのプラザ上がってったところのすぐに、ワイモンドさんが?あれ、いたような気がしたんだけどな。どこだったかな。あれ?ワイモンドさん?俺近くにいるなーってなんかさっき思ったような気がするのにいない。
ここだよね、エメラ。あ、ここか。左出てすぐかな。あ、いらっしゃるね、ワイモンドさん。なんでマップに出ないんだろう。あ、なんかこのカードバトルできるよっていうのが出るようになってからね、ちょっと邪魔なんだよね、これ。なんだ、俺に何か用か。お前は、確かミランとこの新入り冒険者だな。ああ、剣術師にかけられた賞金のことか。この指輪を、情報屋さんに。お前、こいつをどこで手に入れた？お前ら、ヤブをつついて蛇を出しちまったぞ。しかも、猛毒の胎じゃ、いや、サソリか。この指輪に刻まれたサソリの刻印。こいつは、とある組織の紋章さ。アラクラン。それが奴らの呼び名だ。ウルダ派の 闇世界にうごめく犯罪集団。噂じゃ、サカツ州や同人団ともつながりがあるって話だが。と、これ以上はこっちの身が危うくなっちまう。とにかく危うきに近寄らずさ。この情報は忘れるのが一番。聞かなかったことにしてくれよ。いいな。これどうすんの。あ、ミラさんに報告でいいのか。若干行ったり来たりがめんどくさい。もうミラさんも一緒に来て話を聞いてほしいぐらいの気持ちですけども。コロセブン、え、これどうなるんだろうね。なんか結構大きな組織がどうも相手ということで。じゃあ皆さんどうしましょう。戦はそれからだとか言ってましたけど。シャンメイ・ジェリーフィッシュ、どうした？遅かったじゃないか。調査の結果はあったか？とりあえずバザーの襲撃が計画されている。アラクラン、どっち言っちゃう？アラクラン、知らない名だな。しかしそれゆえに不気味だ。実は別のギルドメンバーが貧民街で有力な情報を得てな。近々盗賊団が大規模な略奪を計画しているらしい。その盗賊団とメンバー襲撃犯につながりがあるのか。襲撃場所はおそらくシルバーバザー。ウルダハ上層部から疎まれるバザーで、警護の人でも足りていない。襲撃は容易だろう。これで名目が二つだな。我がギルドへ売られた喧嘩、そして襲撃の阻止だ。ギルドの総力を挙げて精鋭を集め叩き潰してやろう。おっと、ノックを忘れちまったな。アルデス、貴様二度とここへ来るなと言ったはずだ。ミラ、お前はギルドマスターなんだろ。なぜ部下をみすみす危険な目に遭わせる。襲撃計画の黒幕が何者かお前分かってるのか。減らず口を。何者かだと？では、お前には黒幕の正体がわかるというのか？アラクラン、ウルダ派の闇に救う巨大犯罪組織だ。ミラ様の剣術師ギルドとはいえ、血と荷が重いぜ。ふん、アラクラン、それがどうした？所詮盗賊たちの寄せ集め、取るに足らん野豪の集まりだろう。やめときな、お前じゃ勝てない。なんだと？俺がウルダハに帰ってきた理由を教えてやる。これは俺の戦いだ。奴らのアラクランの標的はこの俺なのさ。ミラ、いい子だから俺の言いつけを守れ。昔は素直だったろ。7年だ。お前がギルドからいなくなって7年。その間、私がギルドを束ねるため、どれほどの苦労をしてきたか、お前にはわかるまい。
ミラ、気安く呼ぶな。私はギルドマスターだ。誇り高く決して折れぬ最強の剣を掲げた剣術師ギルドのマスターなんだ。待った、ミラ、よく聞け。アラクランのボスは出ていけ、軟弱者。貴様の折れた剣になど用はない。ああ、女の扱いには自信があったんだがな。シャンメイ、ミラを頼む。死なすなよ。これはどうしましょう、ミラさん。どうした、何をグズグズしている。目的地はシルバーバザーだ。他のメンバーに遅れを取るな。おう、ミラさん大丈夫かしら。なんだか冷静さを欠いているようですけど。うん、シルバーバザーどこだっけ、北ぐらい。いや、こっちだった気がする。いや、待ってよ、あれどこだったっけ。全然違う、それ。いや、合ってる。へい。はあ、どうしようかね、ミラさん大丈夫かな。その前に己が大丈夫かって話だけどね。己の戦闘は大丈夫か。誰か守れとかいうやつが来たらきついかな。なんかすごい魔法を放ってる人がいるな。すげえ。あの辺のあれだとギルドリームかな。うん、こっちだよね。あれ、ちょっと待って、違う、こっち。よかった、あっちの。そっか、コーダトのとこだね。もう未だにね、ウルザハから始めたのに、このウルザハの地理がね、まだね、分かってないっていうね。あと門がいっぱいあるのもちょっと混乱の要因かな。ちょっと七毛神門のところは階段がいっぱいあるから分かりやすいには分かりやすいんだけどね。さあ、では、スプリント、意外と遠いね。ちょっとさっきのこの辺をツリーマップみたいなのを埋めようかなと思って。釣りをしておりましたが、なんかね、あの辺の、いや待ってよ、すごい変なとこで網の隙間から釣りとかしてたりした。ここ釣れるのかなっつって。さあ、ではシルバーバザーにやってきましたが、大丈夫かな。このフェイトやったことあるので、ちょっと今日はいいかな。おお、ミラさん、ミラさん、さっきいたのにすごい勢いでワープしてきてる。じゃあ行きますか。大丈夫かな、もうこれ以上の装備ないもんね。数は多いぞ、気を抜くな。剣術師ギルドの名にかけて我らが剣の最強たるゆえんを今見せてやれ。頑張ります。大丈夫かな。お、めっちゃめっちゃ来てる。ちょっと待ってよ、ちょっと待って。槍とかのが若干弱い。おお、数めっちゃいるじゃん。ちょっと、ミラさんが危ない。あ、ちょっと待って。
ミラさんが危ない。あれ誰か回復してくれてるっぽいね。そう、この人強い。そう、でミラさんが危ないんだが。ちょ変なターゲットになっちゃった。ちょっと待って、押し込んじゃったし。ちょっと待ってよ。ちょ、めっちゃ後れちゃったかな。死ぬかな。ちょっとたまに防御上げてみたり、攻撃上げてみたり。おー、数が。ちょっと待ってよ。あっちにも。あぶなあ。あ、もうちょっとカメラ引いた方が見やすかったね。どうだ、剣術師ギルドの力、思い知ったか。ん？まさか、お前は残党か。やめろ。脆い、刃こぼれにも等しい剣、口ほどにもない。雑魚に構うな、行くぞザナ。そんな、まさか、リーボルト。マスター、潮時です。深追いは禁物。仲間の手当てのため、早くギルドへ。まさかのギルドに戻らなければいけない。いや、これまだ続きそうだよね。ちょっと待ってよ。ジャーナル。報告でいいのかな。いや、報告ちょっと、この後にしようかな。今ね、ホームポイントがね、グリダニアにして変えてないんだよね。だからデジョンで戻っても、走って戻ってもだいぶかかる。というわけで、どうしようかな。あ、じゃあワープしよう。じゃちょっとこの間カットしまして、ワープです。ワープ。シュッ。たったったった。さて、剣術師ギルドの前まで戻ってきました。
ではミラさんに報告をしていきます。これ報告したら終わるとこうかな。ああ、シャンメイ、ジェリーフィッシュ、悪いが一人にしてくれないか。少しの間休ませてくれ。だから言ったろ、やめとけって。かつては弱小の盗賊団だったアラクランがウルダハ最大の犯罪組織にまでも上り詰めた理由があれさ。アルディス、お前知ってたのか、リーボルドのこと。あのサソリのような瞳を持つ男の名はリーボルド。奴はかつてのザルの剣と呼ばれ、俺のナルの剣と合わせた二つ名がナルザルの双剣さ。共にコロシアムで無敗の伝説を築き、ラウバーンから名剣フレンジーを下賜されたほどの腕の達人、剣の達人だ。そして奴はかつてこの剣術師ギルドで俺やミラと共に剣の腕を磨いた仲間だった男。そして俺のかけがえのない友だった男だ。なぜだ、私の知っているリーボルドは誰よりも優しく勇ましく、そして正義感の強い人だったのに。その答えを探すために俺はここに帰ってきた。そして奴もまた俺を殺すことでその答えを得ようとしているのさ。一体何があったの、あなたたち二人の間に何が。それを運命って呼ぶんなら、神様ってのはくだらん言葉遊びの好きなゲス野郎なんだろうな。どこまでもバカな男。ふバカか。そいつは男にとって最高の褒め言葉さ。じゃあな、ミラ、シャンメイ、ジェリーフィッシュ。いろいろくれる。でも全部持ってますねこの辺は。じゃあお金かな。でも装備品くれるの、武器と盾くれるのかな。これ嬉しいね。コンプリート。どれどれ、装備を変えれる。最強、イエーイ。じゃあ次のクエはレベル25からかな。というわけで、もうしばらくは受けれませんな。じゃあ、よいしょ。第106回ご覧いただきありがとうございました。ではまた次回お会いしましょう。失礼します。